とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ガチャを行きます。10日間だね。10日間、もうガチャをしようと、ずっとここにね、更新の旅に来てるけども、出ない。ピックアップが一度も来ない。なので、もう今日は行きます。メダル、コインも349枚集まってんのよ。まあ、300回行けばいいでしょう。多分ね。まあ、2日に分けて、出します。一気に300連ってなると、ちょっと長くなるので、150連ずつやります。では、まず最初の10連目、行きましょう。まあね、そんなポンポン当たるものではないと、それは分かってる。それは分かってるんだけども、ファッションが欲しい。なんだあいつは、本当に。もう全然いらない。幻影か。ああ、全然いらないな。いやー、せめてなんだろう。焼却炉バーニングが出てくれればいいかな。あれ結構集めてるんで、あれぐらいかな、他で欲しいの、ファッション以外で。まああと珍しい装備もいいよ、珍しい装備も。何なんだろうね、何なんでしょうね。ほじろうくんも出たか。まあなんかね、召喚メダルの爆食でもいいよ、爆食でも全然嬉しい。まだ使えそうな爆食が1つしか持ってないので、爆食の2つ目とかそれでもいい、いいんだ。来ないね、全然大外れ。いきます。これが50連目。全然悪いよ今日。お、2つ来た、2つ来た、2つ来たってことは何か、何か。なんで召喚メダルばっかりなの。あ、ブルース、ブルーストリームもな、別にいらないんだな。剛腕か、あと妙技いらない。焼却炉ファイヤーだけは嬉しいね、これ欲しいんで。もう外れはもう全部これでいいよ、本当にこれでいい。いきます。残り100連。まあその中で1回でもいいから、ファッション。お、ゴルゴン来た、ファッション来てくれよ、頼むから。ノーマルゴルゴンでした。ダメ、全然ダメ、大外れ。いきます。狙うは爆食、焼却炉ファイヤー、あと魔法使いなりきりセットと閻魔の服、それ以外いらない。あの傘ね、レアなやつなんだけど全然弱いのよ。キュートな日傘、これめちゃ弱い。 5% でアイテム2個投げてくれるって、 5% 低すぎるし、せめて 50% だよな。 50% だったらまだね、ちょっと使いようがあるけど、 5% だったらそんなもん装備しませんよ。はい、今日、残り80連。渋いな、渋いな。なんか来ないのか。ブルーストリーム？もういらないよ。収集。あー、微妙。微妙。プレゼン棒もね、メダルが出やすくなるっていうスキルのやつ、あれもうすでに持ってるからいらないんだな。はい、次、残り70連。はい、金来たよ、金が来ちゃったよ。エンマが出た。いやー、ピラミッドの秘密もいらない。エンマ638。ちなみにね、
コロコロの1月号の報酬でもらえるエンマ、あれ5レベル500だった。500、使わないね。屈強、何屈強って。ああ、ピンチの時に7秒間無敵、いりません。60回残り、頼むよ。もう俺何回回してると思ってんの。そろそろファッション出てくれ。いや、なんか召喚メダルばっかだな。どうしたことだこれ。しかも全部微妙、いりません。残り50連いきましょう。当てるよ。残り50連で100連で何も来なかったから。おお、あー違う、あれ金にならないと意味ない。モグラモス、まさかのモグラモス。で何、枯れ木か。枯れ木はいらない、微妙です。40連いこう、張り切って金をいっぱい出して。さっきみたいにね、発展がねポワーっと来てくれればめちゃくちゃ嬉しいけども、発展もしない。まあ、ド発展は今持ってるやつの中では一番レベル高いかな。でもそれぐらい、いらない。はい、来ないな。本当にね、排出率の問題だよ。出ない。サンバーニングキック弱いんだな、あれ弱いんだな、これ弱いのよ。まあ、ちなみにあれ焼却炉マウンテンで出るから、持ってない人はね、あそこ回ってみてください。確かボスが落としたと思うよ。金1個、はい。お、来たんじゃない。なんか来たよ、なんか来た、来たぞ。タキシード来た。ファッションだよね、ファッションだよね。違うやん、違う、体防御やん。バトル中の人間キャラ1人ごとに防御力 12% ずつアップ。人間キャラであることがまず少ないから、いらない。防御じゃなくて、せめて攻撃力が上がってくれればまだマシだったけど、全然ダメだよ。まあまあ、新しい装備、レア装備だったんで、まあちょっとは嬉しかったよ。はい、最後、おし、金来た、来い。全然良くないし、レアなスキルもついてない。うわー、ひどいな、ひどいな。いやでもまあ、とりあえず1個は見たことない新しいレア装備、タキシードは手に入れたけども、微妙なスキルでした。はい、今今日はダメだとしても、明日また150連行くんで、当てます、当てさせてください。ではね、明日もチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。